からこうなったらいいですか。そうそうそうなった。こうなったらいいですか。一瞬ここまで落とすわけじゃないよ。だからただこう展開した時でもこうなっちゃう。でだけど、まあ、結構高いので、はい、それね、その一瞬の平行な状態がありで、こうなり、これで捕まえちゃうからね。だから、平行の状態こんな感じの捕まえ方としてだから これがね、こうなってこの時捕まえてるから、うん、一回ね、うん、一瞬やってんだよね、見えないと思うけど一瞬でちょっと起きていく。そう、ちょっとで、もっとそれが激しくなってくると、はい、これが激しくなってくると前傾が強いと今度こうなんですよ。こうだったものがこうなんですよ、はい、一瞬前傾した分、前傾した分、はい、そうするともうちょっと前傾深くして捕まえる感じにもなるわけ。こうなんかなっていうかな、前傾深くなるとね、はい、あくまでもクラブはここに残してるんだけど、はい、うん、そこから見えるそうそうそう、一瞬、はい、テコで、テコな感じがありますね。でもこれがね、こっち下がってないんだよ。もうこのこっちの高い状態のまま当てに行っちゃうから、うん、なるほど。そう、胸に対して、胸が下に向くような感じが、うん、そうだよね。これが捕まえるっていう感覚なのかな。うん、そう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 、こう出して、そう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 、出して、この状態から、うん、この動きが捕まえに行く。そうそうそう、捕まえに行く。まあ、こうやっても見えないんだよな。でもね、そう、ここに残して、ここでそれをするんだよね、はい、こういう風にこういう感じ。なんか、わかります。見える。なんかこう、うん、なんていう、左の肩がなんか、うん、こういう感じなんですよね、うん、こういう感じですよね。そうそうそうはい、はい、うん、見える。わかります。なんかクラブに着目するよりは体が着目して、うん、で、こうじゃないってことなんです、うんうんうん、まずこっちじゃないですよね、うんうん、そうだ、そうだ、そうだ、そうじゃないですよね。そうそのまま行って、こう倒していくっていうことじゃなくて、うん、なるほど。そう、起こしてるんだよね。ちょっと、うん、こうに起こすんだよ。こういう感じを起こしていくってことですね。この瞬間。そうそう、その瞬間。そうに、うん